純子さん、お疲れ様です。ういっす。今日は何の勉強してるんですか？今日は日本の考えと排水を勉強してます。今日純子さんに質問が来てます。ホヤって知ってますか？知ってたらなんか美味しい料理とか教えてください。はい、知ってます。北海道と東北の出身なら誰でも知ってます。ホヤは海のパイナップルって言われて、独特な風味と特徴的な味わいで栄養素が高い食べ物です。主に北海道と東北で養殖されてます。生産者さんから美味しい調理方法を聞いたはんで、最後まで動画見てけろ。海のパイナップルだよ。はい、最後までご視聴ありがとうございました。ホヤは独特の風味と味があり苦手だという方もいますが、地元の方に紹介していただいた料理は苦手な方も美味しく食べられると思いますので、ぜひホヤ料理に挑戦してみてください。私の夕ご飯はホヤラーメンとホヤライスにしようかと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。